シー・ホースは、アメリカ海軍の原子力潜水艦、スタージョン旧原子力潜水艦の21番艦、艦名はタツ落としシにちなむ。その名を持つ艦としては、バラオ級旧潜水艦20番艦以来3隻目。シー・ホースの建造は1965年3月9日に、コネチカット州クロトンの、ジェネラルダイナミクス、エレクトリックボート社に発注される。 1966年8月13日に寄港し、1968年6月15日に、ポール・イングナチウス海軍長官夫人によって、命名、浸水し、1969年9月19日に、艦長ジョージ・ティハーパー・アジュニア中佐の指揮下収益した。公私公会で、カリブ海に向かい、プエルトリコのルーズベルトローズ海軍基地、サンフアン、アメリカ領、 バージン諸島のフレデリックステッドを訪れた。その後母校のサウスカロライナ州チャールストンに帰還し、1970年11月まで、大西洋を呼び、カリブ海で訓練に従事した。1970年11月30日に、チャールストンを出港し、最初の配備に向かう。大西洋で活動を行い、西ドイツのブレーマーハーフェンを訪問し、 1971年2月14日に帰還する。続く4ヶ月間は訓練及び航空軍作戦に従事し、地中海配備のための最終準備を行った。6月21日にチャールストンを出港、7月2日にスペインのロタに到着し、その後は地中海で活動、10月4日に帰還した。その後3ヶ月間をチャールストンで活動する。 1972年1月24日、シーホースはチャールストン沖で座礁し、2時間にわたって航行不能となる。離礁後、修理のためチャールストンに帰還した。2月9日に再び来た大西洋配備のため出港し、スコットランドのクライド海軍基地を訪問5月11日に帰還した。続く6月から8月にかけて4週間の アイダ大西洋上で航空軍の支援及び駆逐艦部隊の作戦に参加した。9月には NATO の演習ストロングエクスプレスに参加し、10月にイギリス、カナダ両軍と活動、11月にはオランダ軍と活動した。11月5日にチャールストンに帰還した。シーホースは1995年8月17日に退役し、同日除籍された。 その後ワシントン州ブレマートンで原子力艦再利用プログラムの下1995年3月1日に解体が始まり、1996年9月30日に作業は完了した。ありがとうございます。